東日本大震災の被災地に送る救援物資の受付が都内各地で行われています。都庁では今日から生活用品に限定した受付が始まりました。都庁大日本庁舎の1階ロビーで始まったのは生活用品を中心とした救援物資の受付です。受付場所には人事とは思えないとたくさんの親子連れなどが訪れ、紙おむつやトイレットペーパーなどを提供していました。おむつと、お尻拭きとベビーローション、来る途中に薬局やったらおむつも売ってたんでそれを買ってできました。赤ちゃんの用品とかあと歯ブラシとかを持って伺いました。被災者の方に比べたら揺れは少なかったですけれども、やっぱり人事とは思えなくて。地震起きてからですね、都民の方からぜひ送りたいという声もありまして、私どもは搬送経路等をきちんと確保してですね、今回やっと今日から受け付けることができたということでございます。都庁では今月31日まで毎日午前9時から午後4時まで救援物資を受け付けています。一方こちら秋葉原でも救援物資の受け付けが始まりました。近隣住民や近くの会社に勤める人たちなどが次々と訪れています。これはフリーマーケットを開催している団体が開いたものです。イベントでつながりがあった宮城県名取市からの要請を受け、現地で必要な医療品や食料などの物資を集め、市役所内にある災害対策本部に届けるということです。こういう状況ですので、フリーマーケットという、イベントも、軒並み中止になっておりまして、毎週末使っているトラックがかなりの確保でありましたので、そのトラックを使って今回は救済という形で支援をさせていただいています。今日は、会社で使っていた包帯を、持ってきました。一人でも多くの、命が助かればなと思って、持ってきました。カップラーメンとあとビスケット、卵ボーロと、あとのど飴と、あとカイロ買いだめしてたのがあったのでそれ持ってきました。ビスケットとかだったら子供でも食べれるかな、ちっちゃい子とかでも、集められた物資は被災者へのメッセージが書かれたノートと一緒に被災地に届けられるということです。